日はですね、軽井沢に来ております。これがもうね、3回目の動画なのかな、3部作もしかしたら4部作とかになるかもしれないですけど、いつちょっと外出できるかわからなくなってきたので、小分けに動画を分けております。でですね、軽井沢の観光を終えて、今からホテルにチェックインをして、でその後まあ寝るか少し観光するかしてからピザを食べに行くという回ですね。胃もたれがねかなりやばいんで、どうなるか食べに行けるのかなっていう不安もありますけど、じゃあちょっと買い出しをしてからホテルに向かいます。でい、いいね軽井沢の、こういう道いいね軽井沢。なんでこれが軽井沢だからいいの、軽井沢だからよく感じるんですよね。きっと地元にこういう道があってもよく感じないもんね。軽井沢効果すげー。胃もたれがやばすぎてパピコを買いました。これで少しでもスッキリできたらいいんですけどね。ホテル着きました。地産ホテルさんですね。お手軽価格で泊まれる地産ホテルです。はい、部屋着きました。やっと休める。綺麗ですよねここね、本当広いし、浴槽もね広いんですよ。で、お手軽価格、いやー、なんでしょう、このホテルに着いた瞬間の安心感。この後寝ないでどっか行こうかなと思ったんですけど、体がベタベタなんで風呂入って寝ちゃう可能性ありますね。ゆっくりします。はい、おはようございます。やばいっす、やらかしました、寝坊しました。急いで、ピザ屋に向かいます。はい、ホテル出ました。楽しみですね。歩いていくかねすごい悩んだんですけどね、地味に遠いんですよ。20分ぐらいかかるんで、まあちょっと先はね、諦めます。ピザ、今回の旅のね目的ですね、軽井沢であえて、ピザーラのピザを食べるという目的を達成しに行ってきます。なんかピザーラに向かってるんですけどね、やっぱりおしゃれなお店が入りたくてそっち入りたくなりますけどね。前回がね、結構ピザのお店でかなり有名なお店には行ったんですよね。なので今回はね、ピザーラのお店もね、イートインができるお店で、行ったことがないんでピザーラのイートインって、で軽井沢っていう最高の贅沢だと思うんですけど、どうですか。あ、着きますね、着きますね。あ、じゃあこのまま入っちゃいますか。入ろう入ろう。評価も良かったしね。これかな、見えない、え、これか、入り口狭っ。着きました。やってますねイートイン、意外にお客さんいるし、おしゃれ。じゃあ中入ります。はい、今注文して待ってるところですね。こんな感じでテラス席もあるので、気持ちいいですね。今日は涼しいし全然今のところ快適ですよ。このポテト好きなんですよ、細くてサクサクなやつや。うん、うまい。外で食うからなおさらうまい。
来ました。こちらが照り焼きチキンのピザの S ですね。700円ぐらいのやつなんですけど、意外にでかい。食べますね。切れてない。ピザ来た。イタリシーフードイタリアナだっけな、とマルゲリータですね、と照り焼きチキン、いただきます。それじゃいただきます。あのね、めっちゃ熱い、めっちゃ熱いスピザ、持てないぐらい熱い。まずシーフード、うまっ、うまっ、出来たて、物がちげえ。続いてマルゲリータいきます。これも熱っ、やばい、熱い、チーズすごっ。ではいただきますね。ハクハク、うまっ、これマジでうまいよ、これマジでうまいよ、本当に。照り焼きチキンもうまいですね。結構濃厚なので飽きてしまうかもしれない。ごちそうさまでした。むさぼり食っちゃいましたね。酒飲んでなかったからもうすぐでしたわ。いやー、うまかった。なんだろうね、ピザーラって絶対食ったことあるじゃないですか、シーフードとか、マルゲリータとかだったら食べたことあるんだけどね、初めて食べる感じでしたね。熱々で本当美味しかったけども、やっぱ途中からきつくなる。はじめうめえうめえって言って食ってんのに、途中でね、気がついたら無言になってるんですよね。これやばいかもって。ピザはね、本当に食い方が俺下手なんですよね。ピザとなんかこう、なんだろう、お肉食べたりとか、他のねアラカルト頼んだりとか、そういう楽しみ方もね、次回は軽井沢に来た時してみたいと思います。けど本当に美味しかったんで、おすすめですね。胃もたれがやばいので、少し軽井沢の夜のね雰囲気を味わいつつドライブして、ホテルに帰ってお酒でも飲みますかね。胃もたれやばい。ドライブしてるんですけど、やはり軽井沢おしゃれなお店が多いんですよね、非常に。でそういう店の前通るたびに、こういう店にすればよかったなっていう風に思っちゃうわ。まあ、ただ、まあ、前回行ってるんですよね。前回行った時は逆にね、ピザーラエクスプレス行ってみたいなっていう風にも思ったし、あれですね、あれだわ、おしゃれ。旧軽井沢銀座に車で突っ込むという贅沢行為ですね。わあ、いいわ、静まり返ってる。夜の軽井沢銀座を歩くといういいですね。あ、朝のやか、これ、ここのあれですよね、パン生地を先ほどピザで食べたんですよね、きっと。夜の別荘地ですね。すごいですよ、雰囲気が。いや、本当にすごい家ばっか。いいなー。はい、別荘地を今見終わりましたけどね。もう
すごすぎて言葉が出なかった。もうほんとふざけるな。それではですね、今から帰りますか。部屋に戻りましょう。で、喉も渇いてきたのでお酒を飲みます。はい、着きました。まだお腹いっぱいなんで、お腹いっぱいっていうか胃もたれしてるんで、少しゆっくりしてからお酒飲みますかね。はい、ではビールをね、いただきます。ちょっとね、動画編集とかをしながらまったり今日は過ごそうかなと思ってます。ピザの油が溶かされる感じがする。ただいまやっと、動画の編集を1個終わらせることができました。ここでもですね、パソコンを冷やすためにこの扇風機が活躍するという、素晴らしいですね、ほんと。おはようございます。朝は9時半です。もう寝坊しました。急いで準備してチェックアウトしないと。いやー、はい、ホテルをチェックアウトしました。いやー、本当にね、いいホテルでしたね。この後はですね、気になるアウトレットを見てみようかなと思います。まあ、ここのアウトレットはね、外なんでそんなに密になることもないと思いますんで、様子を見て行けそうだったら、そのまんまアウトレット編っていう感じで動画を分けようかなと思いますんで、一旦ですね、またここで動画は切らせていただきます。よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。